先月末日本でビットコイン482億円相当が不正に流出する事態にこれを受けて金融庁は原因究明を含む当社の取り組みをまあしっかり今フォローをして利用者保護の観点から適切に対応していきたい交換業者として暗号資産仮想通貨を顧客から預かっていた DMM ビットコインは今日までに 増資などで億円を調達ビットコインを購入し顧客に全額保証する方針だこうした対応もあってビットコインの取引価格は最高値圏7万ドル前後で推移陰りは見えないアメリカではビットコインの現物を組み込んだ ETF 上場投資信託に基幹投資家のマネーが流れ込んでいる金 ゴールドのように分散投資先として完全に定着し輝くのか、えー、ビットコインといえばこちらのイメージですけれども実際は暗号資産手にすることができないネット上のものです国も銀行も管理に関与しない自由な決済を目指し2009年に誕生しましたその取引価格は上げ下げを繰り返し現在は1ビットコイン7万ドル前後で推移しています VTR でもお伝えしましたが、このビットコインの不正流出が先月末、日本で起きました。その金額が482億円です。仮想通貨では日本だけでなく世界もこれまでも巨額な流出が起きています。 そのために大きく取り上げられている印象ですがまずは関口さんどうしてこのようなことが繰り返されているんでしょうか、うん、そうですね、まあ、この表を見て分かるように毎年のように世界で起きているんですね。<laughs> はい、でこれ ハッキングが多いんですけれども、じゃあ、誰がハッキングしているのかというと、まあ、北朝鮮とかです、ね、ロシアが、まあ、政府、組織ぐるみでハッキングを行っていると、まあ、これはあの世界の国連などの報告書でも。 すすでに出ていますじゃあ今回のケースが、うん、えーこういったあ北朝鮮などのハッキングなのかというとここは現在実はまだ分かっていないんですね。あはい、で、まあ、ここはあ今まさに調査中ということなんですけれどもすでに仮想通貨交換業者あネットに接続しない、まあ、外からハッキングをされないウォレットで、えー、管理、はい、お,お客さんの資産を管理してるんですけれども、はい、仮にこれがネットに接続 しし、ていないものでもし不正流出してしまったとするとまあ内部犯行の可能性もあるとまあそこを今、両面含めてですすね調査をしてているととうことになっま原因調査中ということですけれども金光さんは同じ業界として今回の不正流出どういうふうに見ていらっしゃいますか。 そうですね。やはりブロックチェーン上で流通して銀行のように組み戻しであったり、送付の取り消しみたいなことができない暗号資産を取り扱う上でセキュリティの重要さっていうのは改めて業界全体として認識認識する契機になったんじゃないかなと思います。うん、当社あの2014年の創業以来ハッキング不正流出ゼロですけれども、改めてやっぱりこのセキュリティって一番大事だよねということを社内でも再認識しております。で先ほど関口さんもおっしゃいましたけれども、あの過去ずっとこうハッキングが起きて、はい、ま起きるたびにマーケット 全体がこうちょっと落ち込んだり価格が下がったりしてたんですけれども、今回、実はそれが先ほどもありましたけど起きていなくて、ですねやはりあのこのビットコインというのが、例えば2018年の1月から比べると、日本円ベースですと時価総額9倍になってるんですよね、なので大型の流出ですけれども、その流出金額が時価総額に与える影響ということでいうと、実は小さくなっているのかなというふうにも思いました、もうビットコインって金に次ぐ世界第9位の時価総額を持つ資産になっているということで、やはり今回は金 金融、うん、商品の事故として処理されていて、まあ、利用者保護あのというところがすごく強調されているというところもです、ね、これまでの何か得体のか知らないものが流出したらしいぞみたいなものとは少し雰囲気が違うなというように感じています今、金光さんからもありましたけれどもその巨額流出にがあったにもかかわらずビットコイン最高値圏で推移しているということで、まあ、市場規模がそれだけ大きくなってきたという話もありましたがもう1つ、今回その全額保証というのも関口さん、ここ大きかったんです。 今回、金融庁が DMM から不正流出があったという報告を受けてから、まあ、金融庁が何を一番気にしたかというと、まあ、これを。 お客さんの亡くなった資産を保証できるかというところはかなり気にして DMM 側とやり取りをしてましたね、うん。ただ今後やっぱりあの気になるのがその再発防止の観点からですね。うん、このあたりに関してはまあそのまだ原因調査中ということですけれども、ここはやっぱり難しいところなんでしょうか。そうですね。まあまず原因究明ということが必要だと思いますけれども、まあ仮に内部管理に何らかの不備があったということになっ あるとま規制強化という可能性もあると思いますね。では現在の価格に関してもちょっと見ていきたいと思うんですがお伝えしていますように現在ビットコイン価格最高値圏での推移となっています金光さん現在の価格をどう分析していますか そうですね価格の観点でいきますとやはり今年の1月10日に米国であの現物ビットコインの ETF が誕生したというところが非常に大きなインパクトがあったというふうに思っております、はい、であの通常ですとあのこのビットコインの ETF が上場したということで時事実売りみたいな感じになるのかなという憶測もあったんですけれども、うん、え実際にそうですねこちらのチャートのように資金流入が思ったより 続いているぞと、まあ、500億、時には1000億程度もえ1日に当たりあのビットコイン、ETF に資金が流入しているというところで、まあ、実需の強さで,です、ね、買いが進んであれれもこれ資産として結構質が変わったんじゃないの投機税が買っているだけのものじゃないんじゃないのという雰囲気になってこちらのです、ね、買いが進むにつれて価格が上がっていったというところが今年の2月から3月あったかなというふうふに思っております。一方で足元を言われてていいる点といたしましまはボラティリティィリが 実はすごく下がっている,るまあこれもあの足元非常に短期間の話なんですけれどもボラティリティィリがが下がっているのでこれまでの動きに比べると、ね、というこ,とです、ね、これまでの動きがすごいのであれですけれども、まあ、足元非常にボラティリティが下がっているのでこういったところからもアセットの質が変容しているのではという声が出ております投機的な動きが変わってきたのではというお話がありましたけれども、えー、あの機関投資家にも変化が現れているということでこちらちょっとこう確認していきたいと思います。はい、アメリカなどでは、えー、ビットコインの現物を 組み入れました etf 上場投資信託がえおよそ1000社の基幹投資家が資金を投じているということで、はい、やはりちょっと分散投資に関しても欠かせない存在になってきているということなんででしょうかそうかそすねこちらがあの今年の3月末時点のですね、うん、あの基幹投資家の保有状況をまとめたチャートになっておりますけれどもやはり想定より多く全体の16%ぐらいを基幹投資家が持っているということになりました。のので、えー、あの、まあま このヘッジファンドが多いんですけれども、はい、あの投資されているところの中にはです、ねえー、インフレヘッジのために持っているというところであったり、うん、あの分散投資のために持っているということを表明している投資家もいますで今後です、ねよりえー、まだ年金ですとか、えー、あの保険みたいなところは2%ぐらいしかいないんですけれども、はいまあ、こういったところが、えー、今後の運用状況を見てです、ね、入ってくるとより機関投資家の参入っていうのが増えてくるんじゃないかなというふうふに思っております。うん、これ関口さんこの1年ぐらいで このビットコインという資産のです、ね、マーケットの位置づけがだいぶこれは本当に金に近づいてきたもう一つの金みたいな感じになってきたのかなという気もするんですけどどううご覧になってますかそうです、ねまあ金光さんおっしゃったように、まあ、インフレヘッジが一つ大きいと思います、ねまあグロ,ーブでグローバルに見て今、粘着インフレというようなことを言われますけれどもやっぱり資産がインフレに負けちゃうという時の代替投資の資産クラスとして定着してきているというところ はあるので、まあ、金と並ぶ代替投資資産という位置づけは獲得しつつあるのかなというふうに思います、うん、金持さん、先ほどまあボラティリティが現時点ではかなり下がってきているということですがこれ、減少的に見ると、まあ、値段が下がると買いが入ってきて買い支え、まあ、値段を支えていくようなそういうこう 通常のマーケットの商品のような動きが今、出てきているということなんですかそうですね、それをどう見るかというところはありますけれども、<laughs> あの先ほどの,の ETF のところを見ましても、はい、まあ継続的に買いが入っておりますので、やはりちょっと安くなったところで買いみたいな動きがあると、うん、まあ今みたいな非常に、なんでしょうか、小動きというか、ほとんど動かない相場になってしまっているのかなというところですね。 今後その価格を左右する出来事としてはどうういったことが挙げられますすかそでね先ほど樋口さんおっしゃったように金の代替と占められている部分も大きいんですけれどもやはりビットコインというか暗号資産得意なものとしては、まあ、規制ですね、うんあの、この国がもうあの暗号資産を取り扱わないとしましたみたいなことであったりですとかあとはもう大規模なハッキングであったり、まあ、取引所の不正事案であったりあとは技術的なところでいきますと、まあ、大規模な暗号資産に関してブロックチェーン上の,あのイベントがあったりタードフォークのようなことがあったりすると価格に 大きな影響がある可能性があります要するにブロックチェーンの分裂みたいな話ですよね,すね、はい、あの中国が全面規制してから数年経ってるんですが、うん、今香港でまた取引しようっていう動きが出てきてこれまた中国が再参入みたいなことになるとかなり時給にインパクトありますよねそうですねそこも言われてますね結局今香港の ETF あの始まりましたけれどまだ中国のマネ入ってないって言われてますので、うんうん、そこが入ってくると大きいんじゃないかなと思います では日本はどう向き合えばよいのかこの後展望していきます。